デイリービル編集長の山家で本日は経済安全保障アナリストの平井浩二さんをお招きしております。よろししくお願いします今回平井さんにお伺いしたいのが、うん、今「週刊文春が」が、はいまあ、主に追及している、うん、自民党の秋元正俊議員の利益誘導疑惑についてなんですけれども洋上風力企業レノバ会社がありましてその創業メンバーの会社。 から政治献金を受け取っていたんじゃないかという疑惑がありましてそれは秋元議員が否定していたんですけれどもでも実際はそうじゃなかったみたいなことがこうねころころと明らかになりつつあるんですけれどもこの三浦瑠麗氏にしてもねこの専門家と称する人たちが実はこう事業者というかこう利害関係者だったみたいなケースは最近結構明らかになってきてますけどこの。 今回はこれ太陽光ではなく風力発電のところで秋元議員、これはいかに問題かというのをね、はい、平井さんに教えていただきたいんですよわ、ね、かりました、はいあの。まずですね、あのじゃあ、「週刊文春」がちょっとあのオ,ンオンラインでね、えーえー、紹介してますけれども、まあ、ポイントのところをちょっとおあの山田さんからご紹介いただけますか。はい、はいはい で先ほど申し上げましたが、うん、秋元議員がそのレノバの創業メンバーの会社から政治献金を受け取っていた、うんうん、で虚偽答弁の疑惑を報じたと、うん、で秋元氏はあの河野太郎デジタル大臣の側近としても知られ、はい、河野氏からは自民党一の脱原発男と呼ばれていると、うんうん、で秋元氏自身も再連続を辞任してきたと、うんで。国交大臣政務官だった はい、時代があるわけですね <A> 2017年8月から2018年10月に、うん、その期間中にえ洋上風力新法の規案に深く関与している、うんはい、で洋上風力発電の拡大に力を注いできた、うん、でそんな中で注目を集めたのが秋田県で洋上風力発電事業計画中だったレノバだ2017年に500円台だった株価は2021年には6000円台に急騰12倍になってるんですね。 で秋元氏がこのレノマ株を2017年時点で400株持っていたとで2018年中に追加で2200株を買い増していた、はいはい、ということなんですよ。はい、で政務官在任中にその株の取引は行っていない、はい、ただこの個別の株取引の詳細は差し控えさせていただきたいということなんで、はい、株を持っていたとで政務官国交大臣政務官だからその土地利用とかもね権限ありますよ。 でそこでうやっぱり利益誘導、うん、完全に、はい、その立場を利用して、うん、もしかしたら自分が株を持っているレノバに、うん、まあ有利なね例えば法律なりを作るなりして、うん、それで株価が上がりますと。 ちょっと純イインサイダー的な匂いがはい、はい、じゃああのーうん、え今山田さんから紹介していただいた概要なんですけどねはい、はい、私あのーまあ、衆議院の第一議員会の,のですね、はい、地下1階に、あのー、資産等報告書等閲覧図っていうのがあるんですよ。であのー、まずですねこの文書オンラインのあれが正しいかどうかを確認しなきゃいけないということで。 ちょっと某議員に陳情に行ったついでにですねはい、はい、見てきましたジャーナリズムですね <laughs> <laughs> それでですねそれをまとめたスライドがちょっとお見せすると、はい、この秋元議員のレノバ株保有状況っていうあれなんですね、はいはい、でえー、っと 秋元さんはあの平成29年の8月17日から平成30年の10月4日まで国交大,、はいえー、大臣政務官だったということで、はい、まあおっしゃられたようにね私もあの実はあ政務官やった人に聞いてみたんですよ、うん、そしたら「はい、いや確かに政務官でいる間は株の取得とか売却はしちゃいけないんです」ということをおっしゃってたんです。でその毎年ですねこう台帳がねが 全国会議員ごとに、えー、誰が何をえる,ることがでできるわけですよ、えー、これで見て、えー、確認をしたんですけどまずですね、えーまあ、8月17日から専務官になったということは、えー、8月16日以前に400株を取得してるわけですね、えー、でまずそれは確認できたとそれから8月17日から翌年の10月4日までに、うん、まああの専務官をやってたわけですが。 えーまあ、今あのお話があったように洋上風力新法の起案に深く関与し、はい、洋上風力発電の拡大に力を注いできたわけですね。はい でえー、10月4日にこの政務官の任務を解かれると10月5日から、まあ、あの12月31日までの間にですね、うんえー、1800株を取得してるんですこれは何で分かるかというとこの平成30年12月31日時点の彼の資産の中にレノバ株2200株と書いてる。うん、ということは400株持ってたから、まあ、1800株を取ったに違いないと。 12月31日の資産台帳にはレノバ株は出てないんです、はい、ということはまあこの年1月1日から12月31日までの間に2200株を売却したということですね。ただ一つ言わなきゃいけないのは家族とか関係者はわからないつまり本人しか出てないんですね、えー、で、えー、ここで今問題になるのは洋上風力発電のまあ拡大政策 ですね、国が背中を押すような政策をやって、えー、この友上風力発電なんかをやってる会社の株価を国が後押して出るからって上がると。えー、で、えー、上がった後に、えー、売却をして売却益を得た可能性は排除できないわけですよ。えー、じゃあ実際の,あのどうなのかっていうのを今度次のグラフで見てみますとね、えー、ここにあるように、えー、まず。 まあ任期が来るる前に400株を取得してるとでその時のまあレンジというのはどうでしょう400円からまあ,あそんなもんですよね、うん500まあ、400円でここで取ってで政務官の時はこれフリーズされてるわけですよ400株はね。うん、で次に、えー、まあ 8, 8月ですかね政務官の任を解かれた後に1,800株を追加で取得してると。 でえー、その後一1年間の間に2200株を売却したよとでこのか、えー、青い線というのは株価を示しているわけですけどこれを見るとですね、えー、まず最初に取った400株を、えー、2019年ですかね、あのー、売りに出しているわけですけれどもこれであれば、まあ、まず確実に儲かってますね、うん、利益を得てることは確実。 この1,800株の追加取得分に関しても、まあ、あの安い時と高い時があるわけですけど、うん、まあ安い時点で買って、まあ、高値の時点で売り抜けたとするならば、まあ儲かっただろうというのは想像ができるわけですよ。というのはあの売却した日付とか株数が分かってないから、うん、あくまでも工知情報から見た、まあ、一つの仮説なわけですねこれは。うん ただ400株は儲かっていることは間違いないなというのは言えると思います。はい、で、えー。まあ、この問題はね、じゃ、後でまた、どこが問題かということを少し話してます。けど、もう一つの問題があったわけですね。それは、あの、じゃ、これも文春のところなので、ちょっと、はい、あの、概要、どういう問題だったかを。はい。はい 野党議員からその秋元議員が、うん、レノバ関係者から献金などを受けたことはありませんかと尋ねられ次のように明言したと答えはノーでございます、うん、つまり献金を受けたことがないと言っていたわけですよね、うんうん、だが、えー、秋元氏が代表を務める自由民主党千葉県第9選挙区支部の収支報告書によれば、うんうん、2018年から2020年にかけて、えー、エストリオ 東京都世田谷区当時から計180万円の献金を受けていったと、うんうん、で同社の当時の本店所在地は。 代表取締役 A 氏の自宅に置かれており事実上 A 氏の個人会社と見られるとなるほどでその A 氏というのがレノバの創業メンバーで16年にわたり、うん、取締役を務めていた人物だと、うん、でレノバが関東財務局に提出した大量保有報告書などによると、うん、A 氏は少なくとも2017年から2020年まで同社の特別顧問だったと。 さらに大量保有報告書でエストリオの事務上の連絡先としてレノバ法務部長の名前とレノバの代表電話番号が記載ということで実質的にレノバ関係者から献金は受けていたわけですよね。これね、虚偽ではないかとそ文が摘するところです。これに対して NHK が確か報道してましたですね。 で、秋元、うんえー、外務政務官は、えー、180円の献金があったことを認めましたと、うん、で、再エネ関連企業に問い合わせ、指摘されている人物や、えー、会社も含め関係性がないとの回答を得て先日の答弁をしたと、うん、で、報道があるまで指摘された人物が特別顧問や大株主だという事実は承知していなかった。 と述べました。<と>本当かなと思いますね。献金を受けた際に政治資金規正法に基づき違反をしていないという誓約書の提出を求めており、うん、法的には何ら問題もないものだと認識していると。だとしてもまあいろんな問題がありそうですけどん。 で結局今ねあのーうん、法的な問題がないからといってですね政治献金を受け取りながら、はい、その献金をしてくれたあのー、会社の業界に有利な政策を推進してるわけですね。はい、ということはそういうことは利益誘導にならないかっていう疑問はあるわけですよ。はい、さらにあのー、デイリー新けさんがね、うん、あのー、まあ,あ去年の6月ですか、はい、確か確あのー えー、私も前この番組で言ったかもしれませんけどあの秋元さんが献金もらってるっててる話しましたあここの男はですねあの秋元さんはあ、まあ、風力発電業者5社から企業個人献金合わせて3年間で合計1,800万円以上が、えーあまあ、千葉県第九選挙区支部で、えーまあ、受け取ったよと。 うん、言ってるわけですよね。ねうん、ただ秋元氏は、うんえー「自民党内で私のように脱原発派で再エネ推進を語る議員はほんの一握りです、うん、だからこそ私は再エネ業者さんから応援をされているのですと」と、うん、どっちが先なんでしょうかね,ね、うん、脱原発だから再エネ業者さんから応援されてるのか再エネ業者さんから応援されてるから脱原発なのかね分からないですよね。はい だからあの今の2つの問題ですねレノマ株の問題とその献金の問題ですねエストリオからの献金の問題なんですけどもまあこの話をちょっとするとですね秋元さんというかまあこの一般論としての指摘事項をまずしたいと思うんですけどねあのまず、政務に直接する業界に所属する上場企業の株を取得した後でですねまあ政務官として業界に大きな影響を与えたと。 その,業界にその結果ですねその業界に属する企業の株価が上がった後に政務官の任を解かれて株式を市場で売り抜けて利益を得た可能性がありますねこれは。えーうん、で結局そういうことは政務に直接関係する業界の株式を持っている国会議員をですね政務官に任命することは適切な行為なのかということになるわけです。 理科に冠を立たさずっていう言葉もありますけれどもやはり、まあ、任命する側も受ける側もですね自分が政務官として行く、まあ、業界ですよね、うんえー、所管官庁ですよねそ,れ、まあ、そこの業界のです、ね、株持ってたらこれはどうかなと思いますね。うん でしかもねあのー、個人のその国会議員個人の財産情報っていうのはまあ改善されてるわけですけども家族とか親族関係者が保有する株式情報は開示されてないわけです。と、うん、いうのはどういうことかというとじゃあ仮にですねあのー、そのそ国会議員がですよ自分の家族や関係者とかまあ、あのー、支援者にですねこれはなんかあのー 株価が上がるような材料があるよってこの業界から聞いたその話をしたらこれ内部社情報なわけですよ。ね、でそれで家族とか関係者とか支援者がですね内部社情報を聞いてその会社の株を大量に取得して売り抜けていた場合これは場合によってはこれインサイダー取引になるわけですね確実にねで。ということなんですけどもこの情報が全く見えてない。だから 一般論ですけどね今のはじゃあ秋元さんの場合はどうかっていうと秋元さんはその自分はあの潔白だというのであればこういった家族とかあ関係者支援者こういった人がこのレノバ株の取引をしてないというようなこと、ね、それからそういった情報の授受専務官としての,その話をしてないしそれからあその株を買うような行為はないんだよと。 いわゆるインサイダー取引とは全く無縁なんだということをきちっと話をする必要があると思いますね。<ー>だからあの政治献金が適法に行われたという理由だけじゃ片付けられない問題があるということなんですよ。はい、で彼がね推進した結果何が起きてるかっていうと。 まあ私もちょっとここの着目する理由になったわけで一つになったわけですけど、うん、例の上海電力なんですよ上海電力といえばその太陽光の、ね、イメージがありますけど風力にも参入,、ね入,てはい、参入してるんですね、はいはい、これは高市早苗先生がですねあの、まあ、自身のサイトで公開してる話なんですが。うん 実は2021年末にです、ね、北海道の東別町というところの町長と町議会議長が、まあ、高市先生、まあ、当時政調会長だったのでそこを訪問したそそうなんですでその話はどういうことかというと東別町では民間企業によって、まあ、これが上海電力なんですけども高さ1 5 6メートル以上ローター直径1 1 7メートルの巨大風力発電装置が12基設置されるんだという。 それで例ね。はい、で東別町ではですねあの非常に風景のいいところで、はい、スウェーデン村って呼ばれてるようなね、うん、非常にこのしゃれたあの住宅街があるんです。でそこにあの、まあ、引っ越してきた人っていうのはこの風景緑、はい、豊かな自然を、まあ、あのあの楽しみにしてね、はいえー、家を建てたわけですよ。 そこに風力ができると景観が損こそなるあの屋内と同じわけです全く同じですよ,、ね、ですよ <laughs> でだから反対運動が起きてるわけですねでまああの事業者はあまあ2021年おととしの4月と10月に説明会を実施したんだけれども、うん、まあ聴衆は当然納得しませんよねまああの 屋内の風景を見たら絶対ぬんって言うわけないですよ。うん、あれとあれ今度風,風力発電ができるわけですけどね。でこれで結局ですねあのーまあ、反対運動がまあますますこう盛んになっているということなんです。うんうん、でそこで。 えーまあ、高橋先生のところにあった説明だとこの風力発電所の計画では土地の取りまとめを行っている事業者はほ、まあ、他の県でもソーラー発電事業をやっていると。でその発電所は7割の株式を上海電力が保有しているという話があったんですね。でしかもです、ね、こののの、えー、風力発電所の建設予定地っていうのが あまあ、自衛隊のレーダー基地から3 5キロぐらいの距離しかないということなので、うん、結局風車が回転してするとです、ね、あの自衛隊のレーダー機能が低下するので防衛上の障害が目的でで立てるかもしれないわけですよ、うん、でこういった懸念があるしまたあの例の合同会社の転売みたいなことでどこに行くかわからないというリスクもあるねということで はい、でそこであの私がですねあのちょっと作ったあ、まあ、イメージ図をですね、えー、ここでお見せしておるとまと、あ、ここはあの計画書があの左側にあって、まあ、12個建てるよっていうのがあるんですけど、まあ、イメージですよイメージとしてはこの町の山の上にですね12個ずらっとあの右側に風車が立ち並ぶと、はい、まあこんなようなことになって なってしまいそうだということで、皆さん今反対をしているわけです。で、風力発電を加速せようということはですね、またあのこういった自衛隊のレーダーの妨害ができるような風力発電所が出来上がると。で、これはあの安全保障上の問題になってくるわけですよね。ですから風力発電もそれやたらめったら作るんではなくて、場所と規模を選ぶような。 ことにしなきゃいけないんですけれど結局秋元議員があの風力発電を推進した結果こういった国防上のあの安全保障上の問題まで出てきてるってことなんですね。えー、でまあ秋元さんもだけかっていうとそうじゃないわけですよ。はい、これはねあのここでもお話ししたけどやっぱり小池都知事の問題もあるわけですよね。うんうんで まあ、あのテクノシステムっていう会社のおとの、まあ、深い関係っていうことなんですけれど、まあ、結局あのテクノシステムの事件って何かっていうとですね、まああのえー、金融機関から融資を受け11億円融資を受けて、まあ、それを騙し取ったということで、まあ、詐欺罪の疑いで社長の生田あ社長それから、えー、小林専務それから えー、専務執行役員の近藤さんが逮捕されているという、うん、まあ、事件が起きたわけですよね。うん、で、このテクノシステムと非常にこの親密だったということを新聞赤旗が報道しているわけですよ。うん、で、まあ、あのそこでえー。まあ、テクノシステムから小池さんが当時衆議院議員で代表を務めたあ。自由民主党豊島総支部に150万円。うん から小池氏の政治団体フォーラムユーリカに50万円を献金してるんだとでこれもねやはりあの共通するのがね、えー、政治家との深い関係ってことなんですよ、うん、でねまあテクノシステムっていう会社は小泉純一郎元首相とか麻生太郎副総裁とかあまあそういった人との名前が取り沙汰されてるっていうふうにこれはまあ現代ビジネスも報じてますよね、うん だから、そういったあの利権っていうことですよね。これがあまあ、あ問題なわけです。だから小池さんもですね。秋元さんと同様にえー、まあ、太陽光発電業者への対するですね。利益誘導疑念っていうものがあるわけですから、十分な説明責任を果たしてほしいと。はい、結局小池さんも。 木で花をくくったようにね。いや、この政治経験は適法に受領したものですと言ってるわけです。ええ、だけど、いや、そういう問題じゃないでしょうと。いうことは指摘したいんですね。ええ あとは、トラそれこそ小池さんとこのテクノシステムとかの関係ってあんまり週刊誌が報じてもとかまあその赤旗が報じても一般に大手メディアもねなかなか大々的には報じてくれなかったというかまあ報じてないじゃないですか全くその中でこの三浦瑠麗さんっていうのはあのキャラクターと相まってなかなか盛り上がってワイドショーも取り上げるっていうのはこれはいい傾向かなと思うんですけれども。やはり目立っていた人ですからまあ その、まあ、彼女も所有している会社にガサが入ったわけですね東京地検特捜部のね。はい、でトライベイ・キャピタルについてはあの彼女もと言ったのはですね、はい、実はあの、えー、新庁者から出てる「フリント正義」っていう本で書いてんですよね。で、まあ、そこのくだりんところはじゃあちょっと。はいえー これ確か中野信子さんと、ね、対談本だと思うんですけども、はい、まあ私たち夫婦は合理的といえば非常に合理的に見えていると思いますけれど、うん、お互いの会社の株をほぼ半々で持ち合っているしそれは財産分与なんかより確実ですよと <laughs> お互いの会社からトライベイ・キャピタルは清志氏で、うん、山猫総研でしたっけ、うん、それが三浦瑠麗氏の方ですね。はいえー、だから、もう今のの、ね、お話のように、トライベーキャピタルって、要はささんと三浦瑠璃さんとが、 二人で持ってる会社ってことじゃないですか。はい、でそこにあのガサが入ったわけですよ。だからあのさっきねあの山田さんおっしゃったように、まああの私としては全く夫の会社経営には関与していないという発言はどうなのかということになるわけですよね。うん。でやはりですねあのまあ三浦さんといえば第六回成長戦略会議でね、はい、あのまあ フィットのこととか、まあ太陽光発電を非常にこのプッシュする。うん、うん、強く推奨する発言をしたわけですよね。二千二十年十二月二十五日だったと思いますけれど。うん、低価格で生産できる業者を、もし今後十年間潰してしまうと、十年後に、うん。 ピットが切れた後のの太陽光もそままま終わってしまうことにななりかねないと。で、再エネのエネルギーとしての特質は分散型の電源として地産地消が可能であることであり幅広い業者が実施可能な汎用技術に基づき幅広い地域金融機関もできる再エネファイナンスを通じて全国に広げることの重要性に目を向けるべきという。 単純にもうね、<laughs> <よ>利益を誘導されてますそうなんですよ。はい、結局だから、あの自分は代表者じゃないからって言ったって、自分は半分持ってる会社ですよね。はいはい、で、その半分持ってる人がですね、太陽光をやれやれって、国の成長戦略会議で発言をしてですね、はい でそれで、えー、仮にこの太陽光発電事業を、はい、じゃあ国として成長戦略として推進しようということになれば、はいはい、誰が利益を得るのかっつったら自分が半分持ってる会社じゃないですか。はいはい、これははもう利益誘導ですよっっきり言ってこのレノバとかテクノシステムとかよりも高価するか大胆なのが、うん、もう自らそれこそ献金とかそれこそ賄賂を渡して便宜図ってくれって言ったらこれ犯罪になっちゃいますけど <laughs>、えー、もう自分が。 政府の中に入っちゃうっていう、そこで、そこで、もう、堂々と発言するっていう、これ新たな。大胆な、こう劇場型のやり方でし <laughs> そうです。そうですね。新しい、まあ、うん、もう本当三浦司法ですよね。<laughs> <laughs> その手があったか。そうですね。うん、いやー、だから、本当に、この、お、なんていうでしょう。 公金中中っていう言葉は流行りましたけどね。うん、まあ、付加金中中とかね。うん、本当に、あのー、そういう。うものが、もう中中だらけだ。感じがしますよね。<laughs> でもね、その結果ね。じゃあ、彼らの利益誘導で、彼らが儲かった結果が。どうなってるかというと。これはね、あのー。去年の6月の。 まあ、所要国別の,あの家庭用の電気代を見てみようと。と、うん、いうのはみんな今電気代が高いって苦しんででるわけですよ、うん、でまだここまでの状況になる前、うん、で2022年昨年の6月でどうだったかっていうグラフが、うんまあ、ここにお示しした通りなんですね。うん、でこれを見ると中国とか韓国っていうのは10円をちょっと超えたぐらいなわけですよキロワットワーワーたりの電気代が。うん、ところがあの日本はもう33円。 なんで,す、ね、でこれはアメリカとかあカナダフランスより高いんですよ台湾よりも高いで再、まあ、エネ再エネ行ってるあのヨーロッパよりは安いとで結局ですね再エネがあ広がれば広がるほどこの維持コストとかあのシステムコストがかかるんで電気代上がるんです。で去年の6月でこの状態なわけですよね。 でえー、このじゃあ再エネ賦課金ってじゃあ,あ我々何なのかってもう一度おさらいすると電気料金に再エネ賦課金っていうのが上乗せされて電力会社への支払いになってると、はい、でこれは強制徴収なんですよでこれが結局前の番組でも言いましたけれどもキロワワットアーあたり32円で買いますそれから、まあ、この前ソフトバンクの決算の時言いましたけど彼らは40円で買ってもらったのにコスト10円なわけですよ。 でその20円とか30円の差額を我々が再エネ付加金ということで負担してるわけ。はい、ということは我々からそのの再エネ業者への増なんです、えー、でこれはね別に再エネ付加金っていうのは太陽光発電に限ったことじゃなくて風力もそうなんですよね。えー、結局再エネ利権の原資になってるわけです、えー、でこれを、あのー、見落としちゃいけないということなんですね。はいうん、で やはりですね。じゃあそういうことによって、えー、あのまず私が言いたいのは、再エネ負荷金をやめろと。はい、で、それでまあ一節に言うと10%ぐらいになってるっていう話もある。と、うん、いうことは、仮に1万円払ってる家庭にとっては、電気代がすぐその場で再エネ負荷金なったら1000安くなるんですよ。で、これを早くやんなきゃいけませんね。なぜなら再エネ負荷金なんていうのは、あのボリルを 再エネ業者に何ていうかな与えてるようなもんだからですよ。えー、でねじゃあもう一つはねその外資参入っていうのがどういった問題を起こすのかっていうことをにちょっと触れるとここにあのちょっとイラスト描きましたけれどもその、まあ、メガソーラーの会社からこの電力会社っていうのは高値で電気を買い取ってるわけですよね。えー じゃあなんで高値で買い取るかっていうとその高値で買い取るその利益の部分を再エネ付加金ということで我々が払っているからなんですよ、ね、あの本来の電気料金に上乗せして再エネ付加金を上乗せして電力会社に払っているから電力会社は高値で買い取ることができる、ね、でそこでものすごくメガソーラー会社は儲かるわけですね、うん でそこで何が起きてるかというとその再エネ議連の議員の政治団体のようなところで政治献金が行ってますよね、うん、これはあのさっき秋元さんの例とかそれから小池さんの例で示しましたけどその政治団体に政治献金という形で、えー、利益が還元されてる、うん、それからあとですねこのメガソーラー会社はものすごい利益を得てそれでまあ法人税を納めます、うん、でその後の利益税引き後利益から配当するわけですから。うん この極端なことを言えば全部その儲けを配当ととして外国に送るることができるつまり我々が払っているものすごい高い電気代は再エネ賦課金という形でねあの取られてるわけですけどその我々が払っている高い電気代が外国の利益になっているということを見落としちゃいけない。それから再エネ議連の 政治団体のポッケにも入ってるよと、うん、ね、それは合法なんですよ。うん、だから彼らは合法で何が悪いんだって言ってんだけど、仕組みを言うと。こういうね、図に示したような仕組みになってるわけです。うん、で、もう一つね、あの最後に、その、じゃ、あなんでこんなことが起きるかというと、このフィット転がしっていうのがあると。で、これは、まあ、フィット転がし屋さんがいてですね。これ普通の人で,できない仕事なんです。なぜかというと、まあ、政治家とか。 地上げ屋に顔がきいて、物が頼める人じゃなきゃできませんよ。はい、で、ね、山が、あ、まあ、一番その、下にありますね、映で、そこには所有者がいるんだけれども、はい、地上げ屋にお願いをして、土地を取りまとめてもらうと。はい、ね。その仕事、それから、政治家に依頼をして、官庁に働きかけをしてもらって、フィットとか認可とか、いろんなものを便宜を図った。 さら、はいね、にそれで取りが取りまとめになったら政治家にしてみれば顔の大きくね建築会社に、えー、仕事を発注することによって政治献金とかパーティー券をたくさん買ってもらうとか、まあ、そういうような見返りを受けるというようなこの循環ができてるわけですよ。でこのフィット転がし屋さんが、まあ、あの山をですねそのメガソーラーにするようなあまあ 全部段取りを整えた後にファンドに売ると、うん、商品としてもうファンドが買うと。でファンドファンドは例えば中国企業に転売をしたりとか、うん、まああとは小口化して投資家に売ったりとかやってるわけですよね。でこれが環境に優しい太陽光発電の舞台裏がこうなんですよ。うん、みんな金まみれ欲まみれでやってるんだと、うん、いうことをね、あの国民はよく 理解をしてそれでかつです、ね、その高い電気料金の原因の一つが、ね、こういったお金の流れにもあるんだよということを認識してほ一番分かりやすいのが我々ね、うん、こう今、この物価高で庶民生活は苦しいわけじゃないですか、うん、その中強制的に徴収される再、はいえー、エネ賦課金があると、うん、でそれが中国共産党に渡っているとね、うん、そうです聞いて考えた方がいいですし、うん、プラスあれが 三浦瑠麗さんのね、シャンパン台に消えていると、そ最初はわかりやすいと思います。そうですね。庶民は怒っていいですよ、本当に。いや、本当そうですよ。しかもね、あの、まあ、子供たちとかね、子孫に渡さなきゃいけない、自然が全部破壊されてる。本当百害あって、一利なしと、その通りです。ようなことだよね。でも、今回ね、だいぶやっぱ、こう、ね、われが発信した。はい。 とというと、ね、手前味噌になりますがやっぱ保守派がねこの太陽光に関してはずっとこう何年もかけて追及してきたじゃないですか、はい、それがもういよいよやっぱり国民にもね広く浸透してきたかなと思うんで、うんはい、これをねぜひ攻撃の手を緩めずにねそうですね、はい、で<っ>前回この岩国にね、はい、出張したじゃないですかまだ北海道とかね、はい、こう見る限り いかなきゃいけま、ね、そうそう太陽光だけじゃなくて、えー、風力もね、はい、いい絵が撮れそうなんであこれもぜひ,ぜひあのー、近いうちやりましょう、はい、や,りやりましょうやりましょう、はい、ということでね、はい、また近くロケのね、はい また予定も組むかもしれませんそうですねその時はお楽しみということでねそうですね、はい、ぜひこれはね <laughs> あのお岩国の第二弾をね、はいあの岩国に続く北海道という第二弾をやっていきましょう,、はいはい、う全国つつ裏裏はい潰していきましょう、はい、そうですねやっていきましょう <laughs> はい、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございます